本日はふんわりショートの裏技をご紹介いたします。表参道の夏夜ヘアスタイリストの原が解説いたします。今日のポイントの一つ目は、根元付近を水でしっかり濡らす。二つ目は、左右両方から風を当ててドライヤーで乾かす。こうすることで根元がふんわりと立ち上がってくれます。3つ目は、前髪は全体をまとめて一気に巻く。4つ目は、顔周りを後ろに流すスタイリングは NG の4点です。ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに、ペタンコになってしまっている NG スタイリングをお見せします。ここからふんわりショートヘアにするために、まずスプレイヤーを用意します。中身は水なので、道具がない場合は手を水で濡らしてそのままつけても大丈夫です。毛先ではなく根元付近がしっかりと濡れるようにしていきましょう。ドライヤーで乾かしていきます。この時、左右両方から根元に向かってしっかりと風を当てます。こうすることで根元が立ち上がって割れ目がつきづらくなります。最終的に前髪の根元が分かれていない状態になるようにしましょう。次に、前髪の部分の全体を持ってストレートアイロンで巻いていきます。流したいところからではなく、すべての前髪を一気にアイロンで挟んで巻きましょう。こうすることで一体感が出るので分け目が出づらくなります。次に、表面部分を持って前に向かってアイロンを引っ張って巻いていきます。このように表面にボリュームが出てくれます。次に、先ほどよりも少し後ろの表面部分を引き出したら、アイロンで挟んで手首を後ろに返してプレートが床と平行の状態で引き抜きます。こうするとさらに根元の立ち上がりが出ます。バームを使ってスタイリングをしていきます。空気を入れるように毛先全体になじませます。このように全体を後ろに流してしまうのは NG です。前髪は分け目が見えないようにトップを深めにかぶせます。フェイスラインは後ろに流さず顔周りを隠すようにします。ここに毛流れができることでふんわりとしたショートヘアに見せてくれます。ふんわりショートの裏技、ぜひ試してみてください。チャンネル登録していただけると、私たちの動画を作る活力になりますので、チャンネル登録されていない方は画面下のチャンネル登録ボタンをぜひ押してください。よろしくお願いいたします。